ハイナーズです。今回紹介するのはポケットトミカのビッグシリーズお片付けローダーです。これ実はゲームセンターで取ってきました。ここにプライズと入ってます。この部分でポケットトミカを片付けられるみたいなので、普通のまずポケットトミカ、それからせっかくなので同じようなミニトミカと、ちょっと小さめのカプセルトミカ、それと食玩の集めてトミカ、そして一番大きな普通のトミカも片付けてみたいと思います。中にはお片付けローダー本体とシールシートが1枚入ってました。これ思ってた以上に大きいですね。全長が30センチで横幅は12センチでした。で、トミカと比べるとこんな感じです。大きいですよね。それではシールを貼っていきます。前のローラーを動かすためのつまみですね。こういうのがあるとなんか重機っぽいですよね。結構細かいシールがついてます。トミカのマークが入ってて、ステップもあります。燃料タンクみたいな部分です。荷台に白い線が入ってて、テールランプもあります。で、反対側も同じようにシールを貼って、前のローラー部分に貼り付ければ、はい、完成です。やっぱりシールを貼ると重機らしさが一気に増しますね。トミカのシールが入ってるのも嬉しいですし、テールランプがついてて結構リアリティがあるのも嬉しいですね。ギミックとしてはこの前のローラーを赤いつまみで回転させることでお片付けをするみたいですね。ちなみに片付けをするこの黒い部分ですけど、周りのこういう硬質プラスチックではなくて、こんな感じのぐにゃぐにゃ曲がる軟質のものになってます。これはいいですね。ポケットトミカでもやっぱり傷つくのは嫌だという人もいると思うんで、こういうのは嬉しいですよね。それでは早速片付けてみましょう。前にポケットトミカを置きます。で、赤いつまみを持って後ろに回すとローラーが回転するので、このまま前に進めばこれで OK ですね。で、片付けたポケットトミカはこの中に入ってます。ちょうど荷台の部分ですね。で、中身は後ろから引き出すことができるようになってます。入ってますね。ということで、いろいろ試してみたいと思います。まずはポケットトミカを複数台片付けてみます。ああ、やっぱりちょっと引っかかったりはしますね。まあちょっと引っかかったりはしますけど、普通に片付けることができました。中にもちゃんと入ってますね。それでは次にポケットトミカよりも少し小さめのミニトミカを片付けてみます。これも問題なさそうですね。たださっきのポケットトミカよりもちょっと入りが弱いような気がしました。中身もちゃんと入ってます。今度はかなり小さいカプセルトミカを片付けてみます。あー、これはちょっと無理かもしれないですね。これはちょっと無理そうですね。やっぱりカプセルトミカはちょっと小さすぎて、この黒い部分がなかなか引っかからないですね。で、引っかかって中に入れようとするんですけど、なかなか奥まで入ってくれません。ただゆっくりやれば入ることもあるみたいです。
では続いて集めてトミカを片付けてみます。あー、これもやっぱり結構厳しいですね。それでも何回かやってればこんな風に片付けることはできます。それでは最後に普通のトミカを片付けてみます。あー、これはちょっと無理そうですね。もう完全に引っかかって動かなくなりますね。これは無理です。ということでポケットトミカとミニトミカについてはほぼ完璧に片付けることができました。で、カプセルトミカと集めてトミカについては片付けられないものもありました。そして普通のトミカは全く無理でした。とはいえポケットトミカとミニトミカはちゃんと片付けができましたし、何より楽しみながら片付けができるのはいいですよね。以上、ポケットトミカのビッグシリーズお片付けローダーを紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。スマートフォン、タブレットの方は画面を縦にして赤いボタンを押してください。パソコンの方はこの青いボタンをクリックしてください。説明欄の星マークのところから他の動画見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。